はいどうも、ザルダルクです。というわけで今回もコールオブデューティー MW3 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのがコールオブデューティーにはね、いろんなチャレンジ系のバリアントがありまして、個人的には難しいなって思うのが、ちょっとまあウォーゾーンねガチでやってないんでね、まあ難易度を語ることがちょっとできないんですけど、まあ各チャレンジでゲットできる迷彩とかね、代表的で難しかったりだとか、あとは DMZ でやったバリアントとかもね、正直プレイ時間だけでいくと相当いきますので、あとまあ何より DMZ って運ゲーなんでね、まあチャレンジ系だとね、そこら辺が難しいかなって感じなんですが、今回紹介するのは一部の人にはね超簡単なんだけど、特定の人には難しい、むしろ心えぐられるチャレンジで、まずは武器がですね、こちらにある MCW6.8 にあるゲームイズラブですね。あ、もう見たらわかる萌え銃で、かつ日本向けのバリアントですね。ちょうどまあ東京モッシュピットがね解禁されたと同時にこちら追加されたんでね、まあ間違いなく日本向けのやつなんですけど、まあこれね欲しい人いると思うんですよ。まあそれこそ、まあこの女の子の元ネタが確かね、これ WSP のこれかな、はい、この SMGの眺める動作の時に、まあ多分出てくるんだよね。こんな形でレディーで可愛いセットゴーつって、かわいい、もうメスガキですよね。シコリティ高いですよね、この時の顔が。ということで、私も非常にお気に入りの一品なんですけど、ただ武器の方には何も書かれてないから、そこがまあちょっと残念だよねっていう、眺めないと出てこない、ちょっと残念だよねってところだったんですけど、はい、こちらがですね、まあ銃のペイントとして、まあプリントされてるわけなんですよね。だからこれが無料でゲットできるのはね、かなりクオリティが高いんですけど、このね、バリアントゲットするには、なんと、はい、フレンドがいないとできません。ぼっちには無理です。はい、解散っていうね、ちょっと冗談はさておき、フレンドじゃなくても OK なんでね。まあ簡単じゃね、まあめちゃくちゃ簡単ではあるんだけど、まあ一部の人にはね、残念ながらでして、こちらディスコードのチャレンジクエストっていうのがありまして、動画概要欄にね、そのリンク貼っておきますので、それをですね、コピペして、まあ通話する相手に、まあディスコード貼ってあげると、こんな感じでクエストっていうのが出てくるんですよね。で、それを適用とした状態で、フレンドに画面共有でコールオブデューティーですね、PC1 のコールオブデューティーを15分見せると、無料でゲットできます。まあ、なので、PC 持っててフレンドいる人は余裕ですね。まあ、15分でゲットできます。ただ、ま、PC 持ってなかったり、通話相手がいないとできないので、ぼっちの人はすいませんと。けど、ディスコって確かさ、その、ボットフレンドが追加できた気がするんで、架空の相手と通話してボットに共有するっていうのも、できなくはないかなって感じだと思うんですが、ちょっとやり方わかんないです。まあ、そんな感じで15分見せるだけなんですけど、画面はね、なんでもよくて、例えばアップデ後にね、起動すると、大体ね、この画面が僕エラー画面出てくるんですけど、このエラー画面をね、共有するだけでカウントがすいますので、ある意味ネガキャン画面を宣伝して入手することが可能です。これパンチ効きすぎでしょっていうね。で、最終的に達成すると、コードがゲットできて、そのままコードをね公式の方で入れると入手できますので、ぜひね、もう一部の人には超絶簡単で15分で終わるんでやってみてください。だからまあ低スペ PC でもコールオブデューティー HQ のねアプリケーション、開いていれば OK なんで、まあ無料のウォーゾーンですね、インストールしてそのまま画面固まってても、低スペで動かないってなってたとしても起動さえできれば OK なんでね、まあ PC ある方はほとんどの方が入手可能と思います。ということで、じゃあ改めてこちらゲームイズラブこと MCW6.8 使っていこうかなと思います。てか MCW6.8 使うの多分初めてなんだよね。動画で一回も使ったことないからさ、普通にこのバリアントの紹介というか MCW の紹介になるかなという感じですね。ということで完全初見でやっていきましょう。さあ、では早速こちら東京デッキルコンファンドをやっていきたいと思います。まあパリもカインマップなんですが、こちらね東京マップまだ公開マッチね、実況にしてなかったので、早速こちらでキルコンやっていきましょう。で、その前にこれね、ちょっと言わせてほしいんですけど、弱すぎるこれ。ちょっとね、ステータス見てびっくりした。3度見ぐらいしたんですけど、見てこれステータス。まず、威力が66ダメージなんですよ。だから3スキルなんですよね。その点、レートが 315RPM なんで、めちゃくちゃレート遅い状態での3スキルなんで、リカバリーも効かないし、TTK も驚きの 0.37 となっております。0.37 ですよ、皆さん。もう皆さん普段からね、使用量の動画見てる人はわかると思うんですけど、このゲーム TTK 0.3切るのが当然です。はい、AR も SMG も大体 0.3 切ります。で、さらに今ね、もう SMG とかでももっとつければね、余裕で 0.22 とか 0.23 とかの世界線なんで、もっと、まあ、つけなかったとしても、この 0.37 という数字は非常に火力として微妙です。で、その点結構ブレるんですよね。だからこいつ優秀な点は弾速だとか射程距離の点なんで、そこはね、非常に優れてると言いたいんですが、あ、ナイスダブルキル。そう、こういうところの遠距離は強いんですけど、もう皆さん言いたい、遠距離今ね、何がはびこってますか？あー。はい、今何がはびこってますか？もう皆さんお分かりですよね。マークスマンライフルにスナイパーライフル、ワンパン武器がはびこってます。その状態で3発当てるなんて、もう自殺行為です。AR でフルオートでヒルミ耐性上げてスナイパーライフル嫌がらせした方が100億倍強い。SMG でスモーク投げて突るのが100億倍強い。ということで、今の環境には全く合ってないですね。だから MW2 の段階でさ、なんか、あったじゃん。ね、マークスマンのそのワンパン武器が強すぎて、ほらもうこれ2発当てたじゃん。ね、単発武器が弱いみたいなあったじゃないですか、環境。ほら、これも逃げちゃうんですよ。おい、お前。
来ないか。一旦リロードする。あいつも無視。スナイパーだから勝てません。よっしゃ、カウンター指出しとく。こっちもいない。もうガチ引き陰キャするわ。オッケー、ガンダム。よっしゃー、オッケー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 。でかいしいるけど、キルコーナーがタギ取りに来たよね。なのでいるよそこ。オッケー、これやっとくじゃん。で、後ろが来てるから、はい、回り回って、こう。オッケー、ナイス。で、これだからね、今回、もう MW2 やってた戦法、最強の至近距離武器を持ってきました。これですね、ロックウッド君。オッケー、2発当てれば、TTK0.2。頭当てれば 0.2。だから頭エイムができないとゴミです。オッケーオッケー。2周目したよ。UAV もカウンターも。はい、UAV カウンター、タグも取る。はい、カウンター。お前、そうだから MW2 であった戦法をね、しないといけないっていう。MW2 であったから僕この戦法しましたか？この MW2 でやってた弱い武器を、このサブ武器ショットガンでごまかして、なんとか、まあまあ使えるんじゃないかなみたいな。まあ、至近距離はこれでごまかしたけどみたいな。この戦法僕今まで何回やりました？ MW2 で。ないじゃないですか。ね。もうこんだけ追い込まれてるということをね、実況的にやばいということを理解してほしい。ほら、もうこれをしないと勝てません、私は。ええ。もう認めましょう。これをやんないと私は勝てない。ゴミです。もう僕は雑魚です。もうそんな形でね、自尊心えぐられる武器なんで、マジでやばいっすね。まあ、その覚悟がある方はぜひ使ってください。ということでね。待って、撃たないで！セントリーがオンライン！あー！ということで、次、UAV とカウンター。まあまあ、とりあえずキルスはいっぱい回ったから OK でしょう。こんな形でやっといて、近距離戦闘用のための前出すぎないような形で。いやー、もうこれ無理だって。無理だよ。こっちか来るよね。はい、カモーン。はい。はい、カモーン。こっちか来るよね。知ってるよ。おー、うまい。こっちか来るよね。ほら、いい。こっちか来るよね。はい、お疲れ様。マジで。スヌープドッグさん。あー、うんこ。やめて、やめて。ワンパン武器勝負。ワンパン武器勝負、ワンパン武器勝負。ナイスカバ、ナイスカバ、ナイスカバ。敵もスナイパーいたな。はい、オナイパー同士の戦い。こっち見る、いない。ゲーム出していきましょう、UAV オンライン。だからこのセントリーを出すことによって、敵をちょっとでもローにしてくれたら2発キルができると。そうなればね、こっちは TTK0.2 なんで、これでまだマシですね。いるかな？そう、外周いるよね。いるわ。ナイスナイス。アシスト入った。で、このね、セントリーがちょっとでも当ててくれたら私はね、TTK0.2 が持っていけるんですよ。ここ飛びまーすっていうフラグやりつつ、ここからキャラコネ登る。はい、素晴らしいよ。で、見ていくが、いた！オーケー、ナイスキル。で、通信スクランブラーうざいけど、おっ、あーまあレート力というか、まあこれはちょっとエイブ力悪かったな。いや、ほんまにね、これ難しいわ。もうほんまに、もうこれはね、引いて削る武器ですね。敵にスナイパーが いない前提の武器な気がします。ブレるなー、これも。ナイスセントリー。いや、これはこれ、セントリーとダブルコンボで持っていく。なんとか持っていく。この戦法が大事。まあ、こんな形で引いて、はい、引いて、なんでさ、向こうワンパン武器なのに、こっちは2パンじゃないわ、3パン当てなあかんのっていう話をな。マックスはこれ2発にしてほしいよな。そしたらぶっ壊れになるんか。いや、体力バランスってほんと難しいよね。けどさ、3発キルだったらぶっちゃけフルオートで4発キルできる SMG とかエアとかいっぱいあるんだからさ、そっちでやるよな。フルオートでね、やった方がいいよねって思うのは私だけでしょうか。もう弱い。きついよ、まあまあ。UAV と、はい、カウンター出す。よいしょっと。あ、いた。オッケーオッケーオッケー。これ綺麗だね。0.37。頭当てても 0.2 っていうのが微妙やな。頭当てたら 0.16 ぐらい欲しいよな。TTK の話で言ったら。来ないか。あの、上登ったっぽいね。だからここで角待ちするじゃん。来ない。はい、UAV も出す。いや、こっちからいるわ。はい、こう行って。はぁ！ガンダムかぁ！おもろ。はい、カウンター UAV、オンライン。と思ったけど出せない。いや、遠隔タレントどこで出すかやな。この東京マップどこで出せばいいんだろう。そのセンターというセンターがないからさ、ちょっと難しいんだよね。いけるか？ナイス。であればやっぱここだな。ここでセントリーが正解な気がする。はい、カウンター出すじゃん。で、セントリーじゃなくて UAV も溜まっていく。何もしてないのに溜まっていく。素晴らしいよ。はい、セントリーガンを、オンライン、よいしょっと。で、いけるかな？フラグ握って、まずは、ここ飛びまーすってするじゃん。で、上取ることによって、よいしょっと。上取ることによって、こっから嫌がらせができるという算段ですね。ほいよ、ほない。あー、まだその外周おるんか。上から登ってきそうな感じするから、これはちょっとこっちから出迎えに行きたいところではありましたね。味方がめっちゃリサラしてる。ほいよ、待って、こっちから来るわ。痛い痛い痛い。ここ強いでしょ。これ強いね。これはさすがに。ほいよ。おい。おい。オッケー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 。ロングショット。で、多分そっちからも来るから。ガンダム！オッケー！ガンダムスキンちゃん？いや、いいねー！ガンダムスキンちゃん盛り上がってきたねー。これタグ全部取るわ。タグ全部取ったら多分また UAV とカウンターが回るはず。これ俺のタグやから取ります。オッケー、ナイス。UAV 出す。で、カプセルホテルで多分もうセントリー壊されてるだろうから、逆にこっちでアンチピックとしてセントリーをピックしたい。ナイスナイスナイス。セントリーが、おー。おーって、うわー、もう無理だって。やっぱセンターはそれスナイパーライフル合戦やなー。見ていくよ。大丈夫そう？大丈夫そうだね。であれば、ここにセントリーが置く。はい、素晴らしい。ハラショーからの回収から見ていく。待って、これ後ろ、ナイスキルと見せかけて多分こっちが来るでしょ。待って、右スナイパーか。いやー、ガンダムがいる。いた。あー、一発当てたけど、ははははは。いやー、これ至近距離絶対食えへんよな。だって 0.3 ならでさ、単発銃ですよ。キャラコンされたら絶対勝てんよな。おったわ。来いよ、俺と勝負しよう。あははは
はもうおかしいって俺もう向こういや反射やったから俺まだ生き残ってたけどさあれワンパイターやばかったよな。ちなみにこれ裏から通れるんでこうやって行きつつ大丈夫いける反射よいしょこれよこれでまだ後ろいる後ろはいないね。またディスポン変わったな。あいるわ来いよ。いたオッケーさあ来いよ。待ってこれ外周いるな。オッケーこれこれ強いこれこれ強いこれ頭に2発当てたら強いよ。いやーこれもうブレる。もう反動線をつけて皆さんこれですから、この指切りでね、ノリと勢いでこうワックスマンで持っていけるところあるじゃないですか。初段当てればそのまま指切りタップで持っていけるみたいなあるじゃないですか。無理ですこれは。無理です。できません。あの反動制御は無理です。よいしょー。オッケーオッケーオッケー。まあけど勝ってるからオッケーでしょ。もう勝ってるからオッケー。もうオッケーオッケーオッケー。待って。エイムアシスト引っ張られたのが全部外れる。オッケー。なんとか持っていく。で、投げといて、でその状態で、はい、これ投げる。めっちゃ弱いマジでこれ弱いなマジで。スレッジハンマーくんちゃんと武器バランスって単語知ってるかなって聞きたいんやけどな。多分こっちから来るからガンダム。はいということで無事勝利です。いや久々にねちょっとドンビクレベルの弱さでした。もうほんまにもうなんかちょっと萎えましたね。こんな弱い武器がまだ MWC に存在してたんやっていう。なんかあのサイドワインダーがもう笑えないよね。うん。まあそういったところ、まあ非常に弱いんですが、まあ見た目はね、もう100点満点のね、まあ無料だったら100点満点のバリアントなので、まあぜひぜひ皆さんこちら使ってみてください。はい、ということで、まあこれからですね、CODMW2 だとか MW3 に関する動画ですね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。